お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのエレジャイメガナイト、エリババ、そしてママ、さらにコヤコヤとね、いうなんか最近の流行りがすべて、詰め込まれてる、まあ、すんごいデッキ、今日は使っていきたいと思います。というわけで、まあ、こんだけなんかアンバランスかつコストが重いとね、すごい弱そうに見えるというか、まあ、弱くなきゃならないんですけども、これがね笑えないぐらいね普通に強いです。グラチャレ12勝とかもこれでされてますし、マルチ1桁ではないけども2桁とか上位ね、このデッキで行ってる人もいますしっていうね、まあ環境最強軍団全員集結させちゃったみたいな感じなので、そう、もう子がね強すぎる、もうバランスとかねどうでもいいんですよね。子が強ければまあなんとかなるみたいなね、そんな感じのデッキでございます。さあ基本的には小屋小屋置いて、なんかエレシアイとかもなんかいろいろ出しておけばいいだけなんですよ。そうで、序盤はね、マジでコストが足んねえんだよな。重すぎて。まあ、なんですけども、2倍テーマ入ってしまえば、もうこっちのもん。だって、エレジャイの後ろにメガナイト来るんですよ。そんなことあります？エレジャイの後衛が、普通のまあ、ダックプリとかね、ベビードラとか。こんだけの場合、メガナイト来ちゃいますからね。さあ、で、ここはちょっとね、こう、もう、うまいことを許容しつつね、もう守れない時には守らないが正解なんですよ。そうで、これはもう、端前、エレジャイ行きたかったー。これ行ってもよかったっすね、今のはぶっちゃけ。なぜなら、めちゃくちゃエリア取ってたと思いますね。うわー、ラッキー、相手が近畿道ミスってる。まあ、これでね、大体のエリアとかわかりますね。僕、小屋置いて、あ、今相手が檻置いたので、まあ、これでトントンぐらいなのか。まあ、4ワードぐらい合計的には取ってたのかな。だから、端前行ってもよかった気がするけど、まあ、降りて止まったか。まあ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 。さあ、そして、今回、僕はね、このメガナイトがいるので、まあ、ロイフ来てもメガナイトで踏めるよと。まあ、今コストないんで、エリババだったり、スタイク取るね。で、今ちょうど相手が小屋建物を押さえてるターンなので、このね、多分、エレジャイも最強クラス。まあ、なんなら逆サイロイフこれ。来たら、普通にね、嫌ですけど、今回僕はメガナイトがいるので、謎に美味しいっていう。ライドラと、まあこれね、頑張って溶かしていきましょうよと。これもなんか、エリババこうつけて、ファイブもそういえば咲いたなーとか思ってさ、マザネク出してあげるでしょ。で、まあ、なんとなく、透明のザッピー嫌だから、トルネしてあげて、みたいな。で、気づいたら、まあ、エリババでタワー折れちゃうみたいな。やばいんだよな。でもこれがね、意外に強い。なんか、ラバーとか相手にも、なんか結構余裕で勝てちゃいますね。まあ、ライドラがね、まあ、ラバーとかにはまあ強いっていうのもありますけど、よいしょ、これメガネット咲いてもオーブンあるんで、オーブンって結構ロイフに強いんですよね。てか、なんなら、小屋で行けたわ。あ、なんなら戻ってきた。天才か？さては。もうここちょっとそろそろホバリング邪魔なんでね。ライドラで対応します。で、エリババもあるんで、なんかこう見ると、めちゃくちゃ防衛勝てんですよね。そうだから、まあ、ぶっちゃけ後半に入ったら、タワーはほぼ角で1本折れる。で、まあ、防衛もマジで小屋小屋メガナイトで、まあ、エリババもあって、マザネクね、時間稼ぎのプロ、マザネクもあって、まあ、なので、序盤にね、マジで1本、こう、ポキって折られない限り、普通に勝てちゃう。そこら辺のデッキよりは、なんなら強いでいいっすね。まあ、そういったね、デッキ、なんかやばいデッキがあるので、ちょっと皆さんもぜひ、ちょっと使ってみてくださいね。まあ、前半と小屋置いとけばいいです。小屋置いて自分から攻めなければ負けません。さあ、ディガー来たので、まあ、ここはマザネクで対応していきます。ファイブ打ってくる。ファイブね、普通マザネクに打たれたら痛いですよね。でも、このデッキの場合、ファイブ打ってくれた。ありがとう。家をね、増やしていきます。で、もう一回オーブンあるんでね、ホグとかコヨが、なんかジャイとかコヨが釣れるし、まあ、なんならトレネもあるんでね。ジェープリか？もしかして。端前じゃいい。いや、これでも、これちょっとあれだな。この、ライドラ残したいんで、おっきょき、いいメガナイト踏み。いいメガナイト踏みで、あ、待って、メガゴメガゴが、さ、自然とカウンターになりますね。まあでも、ここはね、プリンス受けでワンパンされちゃうかもしれないですね。ディガか。さ、これちょっとライドラがさ、残ると思うから、地味にこのエリババ追加嫌だと思うんだよな。あの防衛ファイブもあるし、綺麗に防衛されちゃうかな。うん、いや強い。
強いエリババを追加しただけなのに、ファイボを打ったのに、もうあとね、エリババ一発けんない。なんならオーブンで落とせるんですけど、まあどうせなら落としたくないよねっていう。まあなんか落ちてない方がキングがね起動してないので、こう、まあこっちのタワーをね降りやすいと思うので、とかと思ったんですけど、この曲削りスペルがないので、まあそう考えると、良くなかったかもしれないです。一本降りたかったので。あ、待って。これマザネクいらなかったですね、今。多分普通に金ギドできたので、良くなかったな。まあでもこれは、小屋が2個あるね。メリット。ジャイを釣れる。でもこの相手のディガーもね、いいディガーですね。対応できないので、確実に結構削られます。まあまあまあ、こんぐらい許しちゃおうかな。で、エレジャイ、左、トルネ、あれ2周ぐらいで多分守れると思うんですよ、僕。てかまあ最悪これ、折られてもいいですね。キング折られなければ、僕負けないんで、って思うんだけど、どうだろうな。なんか守りたい俺もいるんだよな、なんか。いや、守っちゃったな。いや、ここでもう行っちゃいます。OK。で、僕のマックスじゃ多分キング持ってかれることなので、ああ、そうですよね、やっぱり。ここちょっと時間稼ぎのプロに頑張ってもらいたいな。よし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 。いやー、マザネク。マザネクがこういろいろ豚にしてくれたら、その間にね、時間を稼げる。よしよし、やばい。やばい、待って、お互いやばい、お互いバカチンパ。あ、待って、68? ん ?70 だ。勝った。危ね。危ね。あれ、回ってけばよかったっすね、多分普通に。よしよしよし。まあ、結果論ね。結果論守っとけばよかったですけど、相手の、なんかあれでしたね。ジャイプリのプリンスいよいよ解雇されちゃったんですね。もうジャイプリプリじゃなくなったっすもんね。ジャイプリババ。呼びに行く。なんか変わっちゃってますね。まあ、そんぐらい、エリババが今強いんですよね。よし。さあ、今回も、ディガファイボー。さっきと全く同じ展開タイムリープした、もしかして。さあ、小屋置いていこうか。小屋置く、1個目。もう1個置きてえな。小屋がねえんだ。やりごぶ。うん、じゃあ、スケか。ああ、迫撃ディガーですね。迫撃ディガーもね、最近意外といるんですよね。さあ、まあ、暇だから、ケツエリジャイでもよかったのかな、なんて思いながら、ライドル出しちゃいましたね。これ、もしかして、なんか来んのか、すごいのが。あ、このアイグロは、この迫撃で、この五分を壊すための時間稼ぎ的な、めちゃくちゃうまいな。さあ、で、ここエリババとか来てくんねえかな。メガナイト隠し持ってんだよな。まあ、ここはエリババで受けようか。あん、キング据えたけど、今だったら多分遅かった気がしたな。いや、ファイブネーム良すぎん？今回の人さては強えよな。よし、こっからですね。まあ、小屋一回置いてから、流れ組み立てたいな。エレジェイはね、迫撃に結構ボコボコにされちゃうんですよ、この子。そう、だから、今、こう、迫撃を抑えた時とかに、ケツエレジェイとかして、突破したいよねっていう。まあ、これはメガナイトで踏むしかなくて。まあ、なんなら踏めるからありがたいまであるか。オッケー、ウッド向きと。いや、流れは完全俺。まあでもこれアイゴリ誘導があるな。まあ1倍タイムだと、こんな感じにコストがやっぱ足りなくなっちゃうんでね。まあ2倍タイムだと、ここでね、エリバー追加とか、まあいろいろできるんで。これはしょうがないですね。相手はもう、多分攻めるとカウンター来るって分かってるので、こんな感じすげえもう芋ってきてますね。僕はこっからもうね、両サイド。ガッチャンガッチャンいきますよ。エレジャイ、メガナイトリバーを、まあ、同サイドに全部ぶっ破するのか、それとも、両、片サイズずつね、攻めるのか。同サイか、逆行くのかっていうちょっと悩みがありますよね。さあ、相手がね、ここで形組んできた。ん？これは？これは？相手止めれるのか？これちょっと引っ張りてえな。で、マザーネクで豚にしろ。豚豚相手ファイブ落ちたい。オッケーオッケー。いや、いい、いい。そう、いいよ。ライドラのチェーンがここに来て。え？もうワンパン、ワンパン、ワンパン、ワンパン。形を組んだだけなのに。オッケー。さあ、グッドゲーム。しかもなんなら今ね、
コスト僕10ワードぐらい取ってたんですよ多分。LJ 無料で出せたぐらい余裕がありましたね。いや、いいですね。前半耐えてさえしまえば、後半ね、ほぼ防衛不可能ぐらいですよね、これ。ブリザードだ。ダンデライオンですね。タロンかな。タロンっていう、まあ、韓国のね、そう、選手ですね。めちゃくちゃうまい人。こうものメガナイトコカツとかが好きな選手ですね。なんか、メガネ、丸メガネかけてる人って言ったらわかるかな。説明下手か。ファイボー、これ置いときましょうか。ファイボー打ったんでね、最強です、まあ、ファイブヒースピード見たらユーノ、あ、メガナイトユーノ、あれだ、俺が大好きなやつだ、もしかして俺の愛用してるやつかもしれない。でこれちょっと受けねえので、受けなくていいや。受けなくてよくて、レジャーぐらいなら行ってもいいのかな。まあ、メガナイトリババなんでね、相手の編成は。そう。まあまあ。あとはマージョちょっとめんどい。早く引っ張ってあげて、ここエリババで来んのか。うん。あ、めちゃくちゃいいタルババっすね、この相手の。あ、いいヒースピだ。お、待って。なんか生きてる、あいつ。待って。もう一回ボタンにしてる。いいね。思ったより頑張ってくれてる。そこまで求めてないのに。OKOKOK。いいね。で、小屋置いて、相手ファイボがね、あるんですけど、まあ、逆を言うとというか、ファイボしかないので。これは来たな。だって、序盤で押してるんですよ。このデッキで。あれ？痛えな。まあまあ、小屋も全部ね、無視して、小屋貯めてね、後半のことを考えていきましょうか。後半、じわじわね。まあ、相手からしたらもう。やべ、入れ。地獄。さあ、まあ、ケツエレジャイからの、まあなんか逆サイ来たらメガナイト踏むが理想だと思いますね。メガナイトはちょっと先に出さずに後に使いたいみたいなね。ありますね。オッケー、2倍タイム来た。てんてんてん。相手はどうする？もう攻めないといけないけど守んないといけないもんな。で、ファイボだからライドラ最強でしょ？で、なんならなんか歩いてきてるやつも別にどうでもいいもんな。よし。飛んでく。で、これで、エリババつけてあげて、よし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 、いけ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 、待って、止められそう。で、ここのね、マザネクも地味。あ、さすがに止まらんよな。いや、やばいっすよね。最後の、右サイドにユーノが来てたと思うんですけど、あのユーノを、まあ、守らなかった理由は、こう、タワーがね、やっぱ3000あると、ユーノの突進受けてもこんな感じで残っちゃうんですよ。そう。で、クラルワってタワーの本数の勝負じゃないですか。だから、タワーの HP が別にめっちゃ守って3000あって勝っても、めっちゃ無視して1残って勝っても、まあ勝ちは勝ちなんですよ。そう、だから、なんか上手い人はもう両サイもうめちゃくちゃね、タワー折れそうな中勝つんですよ。そう、だから、まあ実質タワー11にね、させるっていうイメージを持っておけばいいと思います。いちいち残して勝つっていうぐらいダメージをね、限界まで抑えてってやると、自分のね、その分守りに使わなかったコストを攻めに使えるので、まあ攻めが刺さるというようなことが結構あると思います。さあ、迫撃。あ、このメンチャンサングみたいなやつは D キングっていう、ノバイスポーツっていうね、まあ中国のめちゃくちゃ、もう一番強いチームですよ。そこの、選手だった人ですね。で、これもまあ、また、迫撃マスケ、あれ？なんかトルネが初めて使ったみたいな。初めて使っちゃったトルネ。そうですね。迫撃マスケディガーの、まあ、エリババのやつだと思いますね。多分これエリババいて、ここやってのファイブウッドスケとかかな。はい。まあ、これもなんか最近よく使われてますね。まあ、でもあれはもう踏んじゃえばいいよねって。踏みます。待って、踏むコストねえか、俺、もしかして。いや、これは、もう許容しちゃって、この反撃なんならありがとうっていうね。よし。はい、フルカウンター。これだって、迫撃4コス、ちょっと無駄にしてるようなもんですからね。あ、でも、アイゴレがあんのか。このアイゴレやだな。ちょっと豚に変えちょ。豚に変えるともっと困るんじゃない相手は。いや、でも、なかなかいい防衛してんな。マスクが強いですね。マスク強くて、
まあ、ここでディガーとか来られちゃうと、と思ってから防衛ディガー使ってましたね。まあ、ゴブ小屋置いて、ファイブ打たれるぐらいですかね、多分。まあ、序盤耐えてしまうこっちのもんなので。よし。耐えるぞ。こっからマジで耐えます。耐えたい。耐えたら俺の勝ちだぞ、だって。1400あるもんな、これ。もう、ちょっと高めですね。これだって、エリジアイからの、またね、もし逆サイエリバム来てもメガナイトで踏めばいいですし、フルカウンターのことだけ考えてね。よしよし。いや、これ、やべえな。使われたら発狂しそうだもん、俺が。うん。で、まあ、攻めすぎない程度でいいと思いますね。なぜなら、今回のターンは多分、この迫撃もエリバムも使ってくれてるんで、まあ、ぶっちゃけ突破できないんですよ。そうそうそう。で、まあ、そこそこにこう嫌がらせしてね。で、これでだんだんね、ちょっとペースを掴んでいけるんですよ。で、もう一回ケツエレジャーして、みたいな。OK。流れはね、多分僕に今来てるんですよね。相手はもうね、焦ってこう、もうスケも出すし、いろいろ出すし、みたいなね。さあ、悪い顔になってきた。からの、で、まあ今回も突破できるかわかんないけど、ちょっと様子を見ながらね。これちょっと相手のエリババがちょっと高かったので、位置が。ちょっとそれをやってんじゃねっていう。で、エリババ添えてあげて、で、マスク来たら速攻取るねですってあげて、こんにちは。よいしょ。いやー、で、ファイブ絶対打つんですよ、あれ。ファイブ打つからマザネク、後ろからね、見物おばあちゃん、ナイス。さ、グッドゲーム。いやー、もう、幾多のプロ選手をボコボコにできる。やばいっすね。これやばいっすね。マジで皆さん、本当に、こういうデッキもね、今めちゃくちゃ強いんですよね。もうこっちの方が強いですから。まともなデッキ使うよりもこういうデッキの方が勝てるんでね。皆さんぜひこちらのね、まあ、やばいデッキ使ってみてくださいというわけでおります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。